スティランイコール・ベンデルは、フランス、グランテスト地域圏、モゼル圏のコミューン。コミューン面積はわずか360ヘクタールしかなく、ドイツと国境を接している。1857年に、コミューンとなった。自然区分上の地方、バルンに属する。コミューンは、ホルバックとドイツのザールブリュッケンに接している。オートルート A320 号線道路がコミューンと、接しており、 メスから50分、ストラスブールから20分、ナンシーから約10分で来れる。最寄りの鉄道駅はホルバックにある。ホルバック TGV 駅から LGV 東、ヨーロッパ線でパリまで約1時間50分、ドイツのフランクフルトアムマインまでは2時間20分である。926年にセリン、ステリングンディックツウィラー。1751年にステリングンディックツシュウィラー。 18世紀に、スタイアリングン、最終的に1857年に、スタイアリング・ウェンデルと、地名が書き留められている。ロートリンゲン・フランケン語では、スタリング、ドイツ語では、ステアリングウェンデルとなる。もともと、集落の名前は、スタイアリングで、これは、ゲルマン語の男性名に設備時のイング言えぬ・エヌその後イングを付加した地名である。そうでなければ、スタイアリングは、 牛の囲いを意味している。なぜなら、この集落は、複数の農場で構成されていたからである。ベンデル家が工業都市を建設した時、彼らの加盟が、集落の名前に付け足された。住民のニックネームは、ダイステリンガー・サンドハスである。スティラン集落はかつてフォールバック・白領に含まれ、同様に、シェネックのコミュニティと教区の一員でもあった。1846年、 当時コミューンのフォルバックの一部であった土地にベンデル家が所有する鉄鋼複合施設が建設された。シャルル・ド・ベンデルはまた労働者の住居、学校、被災館、教会を備えた工業都市を建設した。ナポレオン三世のデクレによって1857年6月3日、付属的な都市から完全な自治を持つコミューンに昇格した。不仏戦争後、 スティラミコールベンデルを含む地方のコミューンはドイツの支配下に入った。工場は衰退して1897年に閉鎖された。炭鉱の開発が都市経済を再出発させた。2世代にわたる平和と繁栄の後、1914年に第1次世界大戦が勃発した時、モゼル人たちはドイツ帝国のために戦った。ドイツの軍服を着た彼らの多くは、 東部戦線のみならず、西部戦線、特に、フランスとフランドルに送られた。コミューンが再び、フランス領となったのは1918年だった。第二次世界大戦と、ドイツによる、ロレーヌ併合の悲劇的な事件は、永遠に、住民の心に後を残した。1939年、スティランイコールベンデル住民の大半がシャラント県、特にシャレに、 集団移転させられたのである。コミューンは激しい戦闘の後、1945年3月3日に解放された。2016年時点のコミューン人口は1万1991人で、2011年時点の人口より3.59%減少した。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに、 住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。